ありがとう。リコチ。改めてありがとうございます。皆さんたくさんお祝いのメッセージ。本当に嬉しい。たくさん見ましたよ。多分全部ね、見たと思います。そうなの。今日が誕生日です。そうです。今日が誕生日。あ、ありがとう。こちらこそ。ありがとう。誕生日おめでとう。ありがとう。でも未だにまだね。まだ実感ないですね。本当に今日生まれたのかなって。24年前、本当に24年前の今日に生まれたんかって全然実感ないですね。本当に自分が生まれた日なのに、自分が生まれた日なのにこんなに実感ないんだねと思って。誕生日、口内炎治らす。今日はね、私のこと考えてくれましたかね。そう、記憶がもうないんですよね。そう、記憶がもうない。そうなんですよ、イチゴがしみるんですよ。けど今日ね、梅を食べて、梅干しをね食べて、ちゃんとしそ漬けの食べましてね、めっちゃ痛かったけどね、本当に確かになんか麻痺する。痛みが麻痺するのかな、なんか、そんな感じだった。バリーさん、ありがとう。バリーさん、ありがとう。そう、私ね、これ今日見せるって言ったけどさ、書いとる時に思ったんや、もうちょっとなんかなんだろう、スペシャルバージョンにしたいなって思ったんで、明日でも良いですかね。私もうちょっとさ、なんかしたいなと思ってさ、明日はさ時間あるので、ペンがねなかったですよ。ペンもな全然ないしね。ってことで、マー君、ありがとう。マー君、手仲いいよ。マー君、あ、タンタンさん、ありがとう。タンタンさん、すごいな、すごいな。昨日も今日か。昨日も今日だった。タンタンさん、ありがとう。ありがとうございます、ケーキ。昨日っていうか今日だったかと思って。自分も誕生日、タンタンさん、そうだった。ハッピーバースデー、サイヤン推しの1年にしよう。タンタンさん、
そうそうそう。そうですね、今日で一旦稽古の方は、そうですね、またいろいろとあるけどね、まずはまずはでした。ツイートしてた、有口がツイートしてた、そういうことね。ツイートしてくれとったらいい、ちょっと見よう。大丈夫、リコちゃん。ズッカちゃんから来てた。あ、そう、この辺のね、薬もね、買いました。今日のお昼から飲み始めて、さっきも夜用夜分なんだ。あ、ありがとうございます。そう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 、大丈夫だよ。そうです、飲むやつにしました。本当だ、やんねえって、フルーティーな味がして美味しいんだよ。味がしたん。リコチありがとう。リコチありっこり。髪って味するの？変身した。多分みんなのこと変身したと思う。みんなのみんなのことみんなじゃないけど、あ、タワー来てた。そう、ピンクの服着てるけど、あ、スーパーカブさんありがとう。スーパーカブさん、ありがとう。 A ちゃんありがとう。今日もなんだっけ、トナカイやん。かなめちゃんのファンの方かな。
ありがとう。ペンギンのやつもありがとうございます。アイチーちゃんからも来てた。本当？やばいやばい。アイチーも来てた。どこ？教えてくれてありがとうございます。うん、本当だ、嬉しい。見つけました。寅年ですよ、寅年。うん、おめでとうって、ありがとう、ありがとうございます。なんだかちょっと照れますね。トラでも、トラ年ももう終わるからの、寂しい。うん、まいせんさん、ありがとう。ありがとう。やすしくん、ありがとう。やすしくん、ありがとう。確かに、あと15分か、誕生日。うん、寝落ちで聞いていいですか。寝落ちで聞いてください。寝落ち。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 間に合った。そう、自分の干支のがね、過ぎたらね、あとはまた12年後だからね、来るの。あ、ありがとう。これ。あ、コウタルさん、ありがとう。コウタルさん、ありがとう。しかもいっぱい。
いわちゃんありがとう。今日もいわちゃん、ケーキとかもありがとうございます。素敵な一日に、うん、なりました。こんなにね、たくさんの方に祝ってもらえてさ。ああ、一つ目がトライアングル戦闘お疲れ様と、二つ目が誕生日通ってありがとう。ありがとうございます。そうだ、おすすめのご飯ね、メールとかでね教えようと思う。でもね、自分も行けてないんですよね、そのおすすめの場所。本当は行ってからさ、なんか写真撮ってさ、メールに送りたかったんだけど、なかなか自分で食べに行くあれがなかった、時間が。だからね、文章で伝えます。昨日知ったけど、めちゃめちゃ好きになりました。あら、嬉しい、ありがとう。あ、メールもね、そう、おもメール送りました。メール良かったですか？なんかね、結局書いたけど、自分のなんか本当に伝えるべきことを伝えられてるか分かんなくなったけど、誕生日記念にメール取り始めたって、あら、ありがとう。嬉しい。見てなかった？ちょっと見てみて。ゆきメールでしたか？嬉しいです、ありがとうございます。そう、書きながら後から見返したりとかしてさ、なんかこう合ってるのかな、合ってるっていうか、まあ自分の気持ちだからさ、それが全てなんですけどね、自分は今そう思ってるってことを伝えたくなったので。まあ少し自分の過去のこととかもね書いたりとかしましたね。すごい、ミラーボールが、ミラーボール、ま、ミラーボールすごいな、びっくりした。犬ちゃんありがとう。びっくりした。これはあれやん、ミラーボールタワーというやつやん。ありがとう、びっくりした。うん、全然いつでも好きになってくれたことが嬉しいですよ。そう、あとはかしこまった話っていうか、かしこまった方は生誕祭とかで話そうかなと思います。うまく話せるかわかんないけど、テスト勉強にして頑張れ、テスト諦めないで。そうだね、24歳は、うん、ね、うん、自信を形に変えていくような年になったらいいなと思いますね。
そう、多分今年のうちできるかな、どうでしょうか年明けな気がしてきちゃうんですけども、生誕祭に関しては、まあ年明けまで誕生日のテンションが続くということで、まあ誕生日モードが続くことはまあ嬉しいですね そろそろ終わっちゃうかな。早めに知れたらいいですよね、予定とかあるし。誕生日の実感ないんですよ、本当に今日生まれたか分かんないぐらい。でも絶対に今日なんですよ12月4日っていう日付にすごい意識はあるんですけど、ねえ。1位バリーさん、2位コータルさん、3位タンタンさん、4位やすしくん、5位まいせんさん、6位いわちゃん、7位えいちゃん、8位なべこさん、9位スーパーカブさん、10位まーくん、11位いぬちゃん、12位きちねさん、13位せいやんさん、たかひろたかさん、ひらにいさん、つよつよさん、かずさん、こっぺさん、かーくん、ん、こうさん、みつるんさん、にがきは学級委員さん、さとるんさん、ティースさん、なんくん、ソウルメイトさん、もっちーちゃん、おたてさま、かたむつりさん、みんみんさん、ひろとさん、あきらさん、なおなおさん、らっくんさん、ありがとうございますね。もう誕生日終わる。これからもよろしくお願いします。あら、2回目すご。生誕祭はね、予定が発表されたらその日にね、どこかしらであのお知らせがあると思います。それに応募して当選したらね、どうな思います。誕生月だ、早めに知れたらいいですよね。去年はほんとほぼ1ヶ月前ぐらいに知れたからよかった。そうなの、クークのメール気になる。なになに、あ、スピーチね、スピーチ ねえ、でもね、去年はみんな来れた気がします。昨日は本当に思ってることをスラスラ言ってました。おもろい、つっかちゃん平日でも、うん、そうですね、1年に1回なので来てくれたら嬉しいな。ですね、生誕祭は、うん、技術がないときはどうすれば。おお、なんか会場でもありそうだけどね。でも全然
なかったらなくても全然大丈夫で、ペンライトがね、赤と黄色の準備をお願いします。お疲れ様です。24歳も幸せな1年になりますように。うん、そう、みきゅさん、そう、昨日ね0時0分にねコメント してくれてた。びっくりした。コメントしてくれとったんや。え、田中美穂さんからも、そう、なんかね、めっちゃね、今日本当にね、もうね、いろんなメンバーからね、おめでとうライン来てさ、嬉しかった。みちさんからもツイート、あ、本当だ、さやの包容力はまるで毛布ですまるで毛布です、嬉しい。面白いね。毛布じゃあ、ありがとうございました。バイバイ、また明日、また明日。